グレンベールの墓、死んだ犬の酒場にて、鬼でーす。ほい。まず、追跡者で、索敵して、おじけでも索敵して、ちょっと前に強化されたウルアドともともと強いウルアドでも索敵して、この辺しゃがんでたよな。どこだ？で、発電機遅延も兼ねながら、索敵もできる。普通スイッチ持ってきたっていう感じの超作的鬼構成です。追います。よし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 。お、あ、おじけ反応してる。これはきっと来たいな。あ、バグってるバグってる。超絶ヘッドバンキングクレア。ヘビーメタルにはまったか。いいね、仲良くなれそうや。あのクレアとはいるじゃん。あ、いいっすね。これ一発切れる。おい、この一発がね、この一発一発の積み重ねが大きくなっていくんですよ。どこだ？ん？いた。ん？あれ？救急箱じゃないのか。あ、これ貫通してんのか。わかんねえよ。貫通させることによりどこで倒れているのか分かりにくくする作戦。これは強い。さあ、靴。おい。いやー、いいっすねー。靴スイッチ、これハマってくれるとめっちゃ大きいよな。これでパッキングもできると。はい。んで、あ、なんか索敵かかってる。これがウルワードの強さよな。ぬっ。よーし、でかい。で、やりたいのがね、まあ、釣っちゃうけど、そう、死人のスイッチが発動してるのに、無理やり発電機を回そうとしている生存者に対して、この24メートル以内の生存者が叫び声を上げる、ウルアドね。これでドカーンってやって、触んじゃねえっつって。そうそう、こういうところで触ってる。サバイバーに対して触んじゃねえっつってコンボを振り下ろしたいんよな。それがやりたいんですけど、ちょっと厳しそうやな。お、なんかチーム見えてる。これでっか。あ、ロッカー入った。残念、見えてます。あ、しかもおじけも反応いいね。そこに一人。よしよし、ウルハド強し。マジで、このコテの方のウルハドマジで強いよな。上やってるか。まあでも、救助した、救助狩りで一発殴りたいな。うん。お、これは、あー、そっちやね。うん。はいはい。この人一発殴りたい。窓越えて、この辺でチェイスしてくれたら、ゆるキャンも兼ねられるからな。そっち行くか。やっぱ離れるね。素晴らしい。まあ、一発殴りたい。ほい。OK？ これ殴るわ。よし。OK？ なんか、草を遠回りで避けてたな。ちょっと遠回りしてくれた。んで？よーし！ちょっと板前で止まったりとかさ、板を節約してぐるっと回ろうとしてくるサバイバーが結構いるんすよね。今日は夕方とかに撮ってるんで、うん、よっ。なんでちょっと突っ込んでみたら刺さったわ、いい感じに。で、これ死人が発動してるっしょ。というところで、さあ、じゃ ね、こういうことですね。これ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 。あ、いる、もう一人いるですね。そこ行こう。こっちか。あ、怪我人やな。これは行って倒して全員見せて OK。 よし、降りた。この人ラストやったっけな。
ラストやったら嬉しいな。おい。んで、あー、まあいいか、釣っちゃうかこれ。はい。悶絶込まれちゃうんですけど、ただ悶絶フックが寄りすぎですねこれ。こっち側に全部あるやん、ここに2本あるもんね。悶絶寄りすぎ、やばすぎフックやわこれ。お、いるねこれ。そこの破壊可能か、壁壊そっか。いや、ここの発電機が回せなくて嫌やろな。もうちょっとやのに思ってるやろな。閉じててくれる間に押し込ましていこう。今隠密しとったやな、全部見えてるんすわすわー。 OK で、これ回そうとしてるんちゃうんかな。結構こだわってる人がおったからね。回せる、 OKOK、 これ一発切れる、よーし。良き、これはめちゃめちゃ良き。んで、おい、全員怪我しよう。これもう索敵もめっちゃかかるやろうし。ん？んで、窓越える、血が発生する、ほい、その窓越える、こういうところの読み合いでね、行ったり来たりしてくれたら、そうこういう感じで見えんのよ。アイ見えてる。オーラ見えてるって強すぎる。アイアンビルが意味ないマジで。で、こちら辺でダウン取れれば、悶絶のフックがこっちに寄りすぎてるので、どこにでも釣れる。 OK、 よし、溜めて、うん、また触んじゃねえ、どっかんしたいな。 OK、 この辺いたー。こういう索敵をかけていくのよ。どこ？あれ？どこ行ったんやろ？おりゃ！あー、そこに一人か。まあ、この人行こうか。おい。ワンパン決めたいな。いける。よーし、よかった。ちょっと反応逆に言ってくれたね。これでワンパン決めたらよかったわ。結構ゲージ切れそうやったから。やっぱ1怒り1冊はしたいよね。2冊以上できたらね、最高なんですけど。こっちはめっちゃ怒ってんのにさ、うわーって。でもなんか、みんな、パーって逃げていって。ふふふって。肩すかしされたら。かわいそうやからな、鬼が。こっちはせっかく怒ってんのに。2人ともおるくない、あれ。やりましたわ。これ決めれるかもしれん。もう勝ったぜ。あ、しかも全員映ってる。はい、やっていいっすか。はい、おじけ。終わらせにかかります。いや、やっぱ鬼の爆発力えぐいな。はい、 OK。 はい、というわけで終わりやね。いやー、この構成で何回かやったんやけど、ちょっと遅延力が足りなくてですね、ほんまは、おじけ、追跡者いらんかな、追跡者外して、堕落入れるか、イタチ入れるか、なんかもう一つ、遅延がないと正直、厳しい試合も多かったです。が、こんな感じで、バチッとはまるとね、一網打尽にできるのが鬼の強みなんで。気持ちいいですね。索敵がバッチリハマって。で、一番やりたかったもんできたしな。死人が発動してるところで、発電機回してる生存者の近くで、この、ウルアド発動させて、手を離させるってやつね。あれできたとき、めっちゃ鬱陶しいやろうからな、サバイバー的には。はぁ？あれができたんで満足です。というわけで、この構成。新ウルアドの方ね、この、ドカンってやったら24メートル以内のサバイバーが叫ぶやつ、あ、そこ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 やろね。そこそこ使えるようになってるんで使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。死人と合わせると面白いと思います。バイバーイ。